皆さんこんにちは。2020年プレミアム合格フルコースの全貌というですねタイトルで、お話しさせていただきます。担当しますのはレック専任講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。それではですね、このレックのですね、この2020年向けの講座のですね、どういうカリキュラムなのかというのをですね、パンフレットを使いましてね、説明させていただきます。こちらパンフレット、もしお手元にある方はね、10ページに出てるんですが、プレミアム合格フルコースという、こちらで、レックの体系、その合格までのね、流れ、どういう講座があるかというのを見ていただきます。基礎から直前対策まで合格力のトレーニング名誉完全網羅って出てる。全78回。とにかくですね、何取ればいいですかって言われたら、これがいいんじゃないですかっていう。だって、プレミアムですから、フルですから、もうパーフェクトですから。パーフェクトしたいじゃないですね。で、ちなみにパーフェクトとかっていうやつはこのプレミアム合格フルコースからちょっとね、講座抜いたやつなんですよ。だからそれはね、後で見てください。要はプレミアム合格フルコースというのはどういうラインナップ、どういうねメニューがあるのかというのね、どんなことをやるのかというのをお話しする、それがこのお話です。15分程度ねお付き合いください。ではまずです。勉強をやるということは勉強の知識をインプット、インプットというのは知識を理解し覚えることですね。やっぱり問題やるのにインプットしないと、いきなり問題やってもね、全然わかんねえ、すみませんもんね。だからインプットをやる、それが理解、はい、スーパー合格講座34回あります。このスーパー合格講座、内訳は権利、宅建業法、法律上の制限、免除と。で、免除っていうのは不動産会社に、ね、入られて、ね、仕事されてる方は5問免除の講習、登録講習っていうのを受けるともう5点、もう下駄履かしてもらいます。だからこれ全員がねやる必要がないところなんで、これ生の講座、教室での講座はやりません。通信だけだから、ウェブで見ていただく形になりますが、これ全部で34回ある。知識がゼロでも合格に必要な知識を理解し覚える、何がどこで大事なのかっていうのをやる。でガイダンスでもね言ってるんですが、満点狙っちゃ絶対ダメなんですよ。その満点を狙うコースじゃないです。満点を狙うんじゃなくて、その合格に必要な点数を絶対取るという、その何が大事かっていう知識をさあ34回で入れていきましょうと。これがねプレミアム合格フルコースの第一のメニューのスーパー合格講座と言います。でこのスーパー合格講座でやっている最中でもいいです。終わったらでもいいです。分野別これだけ演習総まとめ講座という、とりあえず権利関係終わったら分野別のやる、業法終わったら分野別やる、法律の制限終わったら分野別やるってやり方でもいいし、スーパー全部受け終わって3個パンパンパンと受けるのもありです。どちらにしろ問題の解き方の姿勢ですよね。これだけって言ってね、これだけでね3回の講義で問題演習が足りるわけじゃないんですよ。このこれだけ総まとめ講座というので、問題のね姿勢、もちろんこのスーパー合格講座でも右翼門過去問題集っていうね過去問集で問題はちょいちょい見ていくんですが、やっぱり時間がないんですよ。だからインプットをやったら、はい、なるべく早くこのアウトプットで問題を解くという姿勢を正すというのがこの総まとめ講座っていいます。でこの総まとめ講座じゃやっぱり演習は少ないのでね、こういうのがあります。マスター演習講座で、このこれだけ総まとめ講座っていうのはこれ通信だけなんですよ。で通信だけだから、ウェブ見ながらね問題やるもよし、ね、もう問題やってから見るのもよし、とりあえずお任せしますが、問題の解き方の姿勢を見ていただいて、はい、マスター演習で、これは実際に教室でね、生クラスと言いますけどね、教室でやるのもあるし、通信の方は DVD とかウェブもあります。演習です。全て5回ずつあります。やっぱり大事な問題は早いうちにやらなきゃいけないし、このマスター演習でしっかりと潰していくという、15回あります。555です。でもちろんこれ以外もね、皆さんは過去問集をねご自身の自宅でやっていただくという、やっていただかなきゃいけないですけど、どうもやっぱりね問題集、過去問集をやる、その問題集をやるのに正解番号だけをね求めちゃう方ってやっぱ多いんですよ。そこでこのマスター演習で正解番号をね当たる、そんなだけじゃないんだよと、ちゃんと一個一個丁寧に、なんでこの足は罰なのか、この問題の何が肝なのかというのをちゃんと精査しながらね一個一個潰していくのが、これがマスター演習って言います。要は問題を解いていく講座です。だからインプットというのがスーパー合格、アウトプットがマスター演習講座、あとこれだけ演習総まとめ講座、これアウトプット、マスター演習、これだけ総まとめがアウトプット、インやってアウト、
で、これで、あとはもうそうですね、うん、過去問ね、しっかりやっていただけば受かるという方もいるんですが、直前期に何も講座がないのは不安なんですよね。そこで、はい、こういうのまであります。出た順必勝総まとめ講座ってありますね。出た順必勝総まとめ講座って何やるのか。アウトプット、問題、まあ解くんですよ。で、問題を解いていきながらインプットする。要はね、こういうイメージです。インプットをやったらアウトプットをやる。そしたら今度アウトプットをやるながらインプットする。アウト、インです。だからインプットやってアウトプットで出すじゃないですか。で、そこでね、間違えたりするとね、覚えるんですよ。で、またアウトプットをやりながら、ああ、間違えたところとか大事なところをね、まとめていく。ここね、図表集ってやつでまとめていくんですが、今までの知識を総整理する。アウトからインに行くっていうね。その作業をやるのが出た順必勝総まとめ講座って言います。ではそれ以外にはもしで、もしこれ全日本公開模試基礎編2回、実践編3回、ファイナル1回、かなり多いです。で、まあ模擬試験ね、あまりなんかバンバン受けて受けすぎてもね、消化不良になっちゃうところはありますが、やっぱり過去問だけだと、これね、過去問で合格するんです。もうこれは私は絶対だと思ってます。過去問やれば受かる。だけど、なんでやるのこれと。過去問をただね、答えを覚えちゃってるだけの方っているんですよ。答えを覚えちゃってる。もう平成何年の、ね、問いのいくつは正解番号は3、よし当たったと。こんなもん何度やって40何点その年取れるようになったって、答えを覚えちゃってたら何の意味もないんですよ。過去問はあくまでも勉強の素材として、なんで罰なのか、そして何が大事なのか、この問題何を聞かれたいのかっていう、そういう素材にするものであって、覚えるもんじゃないんですよ。過去問を覚えるんじゃないんですよ。車の免許、ゲンチャレの免許じゃないから、同じ問題で出ないんですよ、あんまり、うん、あんまりというかほとんど出ないです。まあ昨年と区分所有法でね、なんか同じじゃん今までとね、ありましたけど、普通はね言い換えるんですよ、うん、だから、その過去問をちゃんとやれてるかどうかを測るためにも、こういうね、まあオリジナルの問題をやっていただくと基礎編2回、実践3回、最後に1回と、全部で6回あります、ね。まあ、これだけやって問題で修正して、さらに直前対策、これはもうね10月入ってからもうほんと直前ですけどね、究極のポイント300。知識って何万も知識がねあやふやにあっても300の大事な知識にかなわないんですよ。だから直前にこれは絶対だっていうのを300ポイント整理するっていうね。で、この300個覚えときゃ受かるんですかって言われると、それは無理です。300で受かるような試験じゃないです。そしたらそんなもっと短期合格いっぱいいます。300じゃ足りない。でも漠然と知らない、漠然と難しいことをねいっぱいしてても合格っておぼつかないんですよ。本当に究極で大事だよこれはっていうね、ツボを300ね、まあ3日に分けてやるのもあるし、1日で縦詰め3個までやるのもあります。まあ全部で6時間ですね。はい、3回ある、2時間3回あるって言います。あとは試験に出るとこ大予想会というのは、模擬試験って予想的なところも出してます。ただ予想的なところを出してるだけじゃなくて、絶対こんなの出ねえだろっていうのも模試は出すんですよ。それはなぜかというと、本試験も受験生がこんなもんで絶対できないだろうっていう問題を本試験も出すんです。要は試験実施団体はその他県で50問出すじゃないですか、問題を。それをね全部解くなんていうのは求めてないんです。要はこれはできないだろうっていう。で、これは聞いたことが実際あるんですけど、50点満点じゃないですか、30点35点の間で合格点は作りたいんですよ。これね、例えば37の年があるんですけど、36、7っていう年もね、6の年もありますしね、要は7割超えちゃった年もちろんあるんですけど、そうするとね、実力ある人が緊張状態でケアレスミスがポッポッポンって続くと、これ合格しなくなるんですよ。で、逆に例えば難しすぎて26点とか27点とかね、その20点台決着だと、これもうたまたま受かるやつも増えてきちゃうんですよ、マークシートの運が良くて。だからね、一番実力を測れるのは6割から7割の間の合格ラインで試験の難易度を調整するのがいいんですって、だからこれどうにも無理だよっていう問題、いや見せ物みたいに言いますけどね、見せ物見せ足って言いますけど、そういうもうお飾りの問題あるんですよ。そういう問題は出さないんです、出るとこ大予想は。模試は出すんです、本試験も毎年出るので、揺さぶりかけるために。だからこの出るとこ大予想っていうのは、まあこうやって出る、ここのポイントが出る、ね、出やすいんだよっていうのを、まあこれ一問一問ね、アウトやってイン、
問題やって解いて解説というところで詰めていくのがここです。あととにかく6点アップの直前格言目講座っていうのはこれね、私ね一番個人的にはおすすめなんですけど、前日にやる講座なんですよ。前日講座、前日まで学校行くのと、これね、あの前日って、まあ、家でね調整する、最終調整する自分でやれるのが本当はね私はベストだと思います。あの前日ですからね、そんな外出てね学校来るんじゃなくて自分のちゃんと課題をねこなすという作業ができるんだったらそっちの方がいいです。だけどやっぱり多くの方はね前日そわそわしちゃうんですよ。明日試験だ、朝起きますね、まあ、今皆さん前日のイメージって難しいと思いますけど朝起きますよね。じゃあ朝起きて、いや今日何しようかな、勉強しなきゃ明日だから、そわ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 、そうするとね机のね周りとかね上をね片付け始めるんですよね。掃除しだすんですよね、で掃除しだすと懐かしいアルバムとかね懐かしい漫画とかが出てきてね、うわーこれ懐かしいなってね読み込んじゃったりするんですよね。したら夕方になってですね、うわしまった明日作品試験なのに、うわやべ全然勉強しねえみたいななっちゃうんですよ。だからあんな家で悶々としてね、んな掃除とかしださないように学校来て、2回っていうのは2時間2回なんで4時間です。4時間ピャンって、自分の課題見つけて最後追い込みかけろ、1日あと翌日、やること決めろっていうね、そういう講座です。だからまあなんですかね、本試験行くのに自信持たせるというか、もうアゲアゲになっていける、そういう講座です。だから6点って、うわなんか1日で6点なのっていうところですが、これねあの悶々として試験に行くとやっぱり実力がね出ないことって多いんですよ。人間って本番ってやっぱり実力、8掛けぐらいになっちゃう方が多いんでね、それをこの6点アップで、あ自信持っていける、これはいけるってなると、逆に見えない力が働いてね、逆にいい方向に働くこともあるんですよ。だからトータル的にねこれね、のれ上げ上げで試験自信満々でいくのと、なんかこうもやもや機能できなかったなっていくんじゃ、下手したら10点ぐらい差ありますよこれ、プラス5点マイナス5点で、だからこの講座っていうのはねすごくいい講座だなって私はね、まあこの講師始めた当初から思ってるんですけどね、まあだいぶねこの前日に来ていただけるというね方は多くなってきてます。ということでこの皆さんは、はい、プレミアム合格フルコースをやると、もう合格の前日までね、まあ、全てが入り込んでる。まあそれ以外にももちろんね講師企画でね、私だったら水野のなんちゃら講座とかっていうのを出してね、あちょっと行ってみようかなっていう、そういうオプションみたいなのはあるんですけども、基本的に最後の最後までね、あの夏で終わっちゃうとかそうではなくて、前日のところまでねケアしますのがプレミアム合格フルコースと言います。だからこのプレミアム合格フルコースっていうのが、まあ、一番いいんですよ、だって全部入ってるんで。で後から買い足すとね、なんかね高くなってるんですよね、そこがまたレックはうまさですよね。全部まとめて買った方が安い、まあ、商売ってそういうもんなんでね、別にレックだけじゃないんでね、だからまあどこがおすすめだったらこのプレミアム合格フルコースがおすすめです。ただね時間的にそんな通えないよとか、去年やったからもっと少なくていいよとか、そういう場合ね他のコースもあるので、だからこれはねまあ学校実際ね訪れてね質問、まあ、講師がガイダンスとかに来る時もあるんでね、もしくはスタッフにね聞いていただいて、自分はどういう状態だから、どっちの方がいいのかっていうのはね、まあご相談いただければね対応させていただきますので、ぜひよろしくお願いしますということでございます。はい、まあこんなもんでね本日は終わりますけども、とにかくねレックもう最後の最後までね、まあ、ケアするような形でね、この講座やっていきますんでね、このレックをね、生かしていただきまして合格していただけると幸いでございます。以上でございます。はい、それではですね、まあ、今回のプレミアム合格フルコースの全貌というね、タイトルで講座紹介をさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。